ここにもお兄ちゃんが来ていただいて、ふーちゃんしばらく食べられない。ねえ、お父さんが食べていけるんだよ。お父さんもうバレンタイン関係ないんだよ。お父さん関係ないんじゃないか。もうバレンタインってことも忘れちゃった。ふーちゃんいけませんよ。大丈夫大丈夫。食べるのが仕事やのに、かわいそうやね。昨日、何か隠れて食べた。ちょっと見ちゃう。でも匂いがするって分かるよね。だから、好きだもん。好きだったら、匂いが分かるからね。